ママの味ですね。ということで今日はミルキーはママの味のジュースを見つけたのでちょっと飲んでみたいと思いました。ミルキー藤田ミルキードリンク牛乳1本分のカルシウムということでダイソー100円ショップで見つけましたね。こういう感じです。さあ早速飲んでみましょうか。中身はミルキーのまま、色そのままっていう感じ。うん、めっちゃミルキーの、めっちゃミルキーの色じゃん。あ、これね、あ、うん、ミルキーをの味そのままって感じです。あのさ、ミルクセーキってあるじゃん、あのこういう缶に入ってるやつ売ってるやつ、あれと同じ感じ。でもほんとミルキーのままって感じ。うん、ミルキー、ミルキーって感じ。ミルキーのあのキャラメルのミルキーでもあって、キャラメルじゃねえ、キャンディーのミルキーでもあって、英語で言うところのミルキーって感じでもある。いえ、ちょっと、いっぱいは飲めない味だね。ちょっと甘い。そういう感じ。多分そんなに、あんまりいろんなとこで見かけるようなもんじゃないと思うけど。これは初めて見たかな。前、妹が買ってきてくれたような気もするけど。コールド専用品。でした。ミルキーはママの味。ということで、ペコちゃん。藤屋。藤屋からです。藤屋と山崎製パンの共同開発商品、ぜひ飲んでみてください。ではじゃあ最後にミルキーはママの味、はい、よくできました。